あ、疲れたえ。内カメラ、外カメラってやったらやっぱできるんだけどね。うん、ちょっとうつせんだけどね。うっていうあるんだけど、まあまあいいですと、まあいいです。眠い。え、まあとりあえず、えー、多分日本は緩いね。みんな正常運行でやってるし、この感じがまあ日本なんだろうねって感じもすごくするわけですわ。 ゆるいよね。結構ね。だからトランプ、1月6日、も一月六日でしょで、もう早いもんで、1月6で。そいで、あのー、まあ、アメリカどうなるかってことを真剣には考えると。俺は考えたと。 あったわけですけど、それでまあ、あの、まあ、バイデンジャンプとか、なんかバイデンの票がピュッて伸びたみたいなあったじゃないとかを今、今言われ始めたりしてて、日本人的には相談なんだろうなって感じが、まあ、あ、バイデンジャンプやってやっぱりあるんだ、みたいな、不正選挙か、みたいなノリで多分静かに受け入れていく感が、こう、日本的な、まあ今の、だからシステムとかも、 真面目にだ、だから、リーマンショックだとか、真面目に考えちゃうところも日本人的なんだけど、やっぱ、今の社会のやり方っていうのも、緩く壊れていくんだろうね、そういうとこからね。だから、バイデンジャンプっていう不正選挙か、あ,あったんだ、みたいな。緩いところからも、やっぱ、日本の仕組みも変わっていくのかな。全部こう、一回し、しかも今の仕組みがコロナがあった時に、もう、 えー、もう、壊詰まっちゃってるか、壊れちゃうでしょ今の仕組みやり方って。もう、日本のお役所仕事とかも。だから政治家にしても、もうおそらく、あの、もう、スライドしていくと、まともにやってる、真面目にやってくれてる人たちが、スライドしていくと思うよ。 真面目に政治のことをやってるやっぱ人たちの時代が来るかなって、政治家やってる人たちの時代が来るかなっていう、もう、その真面目さがもう出てもう力出てくるんですよ、またね。また目がパッパッ出てくる感じ。こ,ここまで一応、口は危機的状況だけども、ものすごい危機的状況で深刻に考えちゃうけども、やっぱ、あ、そっか、バイデンジャンプか、みたいな、なんか票がぴゅっと伸びたんだな、みたいな、そういう緩いところも、みんな YouTube で配信とかも、いつも通り、 してるし、なにこれこれ、コップ。これこれアイスクリームかこれ。いつも通り、あのー、みんなやってるっていうのが日本、日本だなって感じがすごくして、まあ、やポップだね、で時代が。やっぱ日本人のそういうところが、やっぱ、こう、日本のそういうところ愛されるんだなって感じは、すごく。 してます。だから、鬼滅だったんだなって。すごく日本ってそういうとこだったな、思って。俺がこう、まあ、2年前、3年前ぐらいの冬場はもう、あの、なんか、あの、あれだ。だって、モンスターとかテレビで流れてた、アニメね。あの、浦沢直樹モンスターとか流れてたのを、ドラクエモンスターズやりながらモンスターズ見た、見るみたいな。ああいう、で、こう、靴道具みたいな。やっぱ、そういうの、もう日本風の、もうほんと漫画とかアニメとかゲームの、 やっぱ一つの、出身、あの、発信地だよね。日本、カルチャーの発信地だったっていうのは。やっぱすごく、だよね。で、まあ、ゆるくこう、あのー、崩れていくと思います。で、俺はトランプ、トランプサイド、トラさんとか言ってる人たちとはまたそりが合わないですよ。まあ、トランプサイドじゃないですよ。トランプサイドじゃないですよね。トラさんとか言ってる人たちとはそりが合わないだろうね。トランプサイドじゃない。トランプ好きだから。 息のトランプ好きなんだよね。ただね。でもトランプという人の影響とか、ゆるく周波数、周波数って、ゆるくその流れを日本、遠い遠いアメリカから受けてる日本って感じが、すごくするね。すごくしますね。うん。して、ゆるいよね。だからそういう日本って、ゆるくちょっと崩れていくかな。新しくこう日本が立て直されていくかな。そのゆるさっていうのは生活もあるよ。 生活作っていくってこと、緩く生活も作られていくんじゃないかなと。日本人の勤ま勤勉さと緩さっていう感じ。感じですかねっていう感じがする。それで、ま、原発事故とか、ま、のいできたっていうのはまあしのいでるっていうのも日本人のそういうところがあるもんね。って感じがしますね。ですね。うん。ですね。まあ。じゃあんなんだんなんだどうすればいいのかって言ったら自分としてやっていくしかない。そういうことで、やっぱ、感じですね。 もうそういう社会の中で自分としてやっていくしかないよって感じがすごくしてますね。じゃあなん、じゃあなんなんだどうせやい,いんだってこと言われたら俺もそうするし。で、やっぱトランプ好きなんだよ。トランプがここを孤独でもって自分の一人、たった一人でって一つ家族とともに立ち向かうあのスタイルにやっぱ俺は共感してるから、ただトランプ信者ってほっちゃ、というか、っていうあのね、右翼のトランプ信者って感じでもないんですよね。 ただその姿勢に対して感動するっていう。ただそれだけっていう。だけだったんですよね。だから左に行くって言ってたけど、俺も変なやつだ。コリン・キャバニックをやっぱ好きだったし、っていうことだったり、そういうね、アメリカ人じゃないのに。日本はもう見限ってるから、日本は見限ってるけど、でも日本人の、日本人の右与左往の感じがこういう、右与左往な感じでこういう風になってきて、まあ緩いよね。まあ右翼と左翼のこう、やり合いも結構緩いんだよね。 日本人、やっぱ日本特有のけまりみたいな感じになってきてるよね。日本人のね、緩いよね。だから、だから、だと言トランプサイドとかバイデンサイドとか話じゃないんですよ。俺は一番卑怯で楽なところに作ってるだけだ。まあ、一番楽なことやる、やるだけで。本当楽させてもらいたい。でもトランプ好きだったのは、トランプ好きなのは、あの、好きだったし好きなのは、やっぱりその、やっぱり孤独の自分自身で戦っていく人。自分自身を、やっぱ、 こうですよね。自分自身を、やっぱこう、自分自身を通す男だから、自分自身というものをもう軸にして、それで家族と助け合って、やっぱ天候を打開していく、とにかく打開していく男の姿を人、人人間の姿を見たからですよ。そこに、俺はたす,すごい助かったなってことをすごく思いますね。今後の中では変わって、あの子、あの自身のダナこね具合性格が悪いから最高なんだよね。 メーカーアメリカグレートアゲインってまた言うけど、また何度もとにかくメーカーアメリカグレートアゲインだみたいな意地、意地、アメリカ好きの、すごくアメリカ好きのじじいっていう、すごく。だからあのじいが、あのじいさんがどこまでどう、どういう態度を今後取るのかっていうの楽しみでもあるよね。もう、盲目的にトランプ支持してるわけですよ。でも一つのこう大きな人、みんなのこう動きでやっぱ世の中っていうのは変わっていくんだなって感じが、まあしてます。俺も仕事しなきゃなんね あれも仕事しなきゃな、リポートでした。あれも仕事しなきゃいけない,い,い加減仕事しなきゃいけなんね。金になんないんだから喋ってもこんな。金になんないんだから。金にしたいっていう感じでもう、リポートでした。カッシーチャンネルとか、ウーチャンネルとかのあの人たちの方が、ね、あのー、あと、あのー、あもう本当と y o u t u b って感じでやってる人たちの方がもうまともなんだからと思う。う金稼ぎと、あとはチャンネル登録の人と、 あの、視聴者とのコミュニケーションと、みんなとのコミュニケーションと、やっぱチャンネル登録、あと金、利益、全部判断して YouTube やってるっていうそのノリ ?YouTube の空気へ、スーパーチャット。YouTube の空気へ大事にするみたいなのをやっぱ俺もすごくリスペクトだからしてんだよね。してる、やっとしてるんだけど、まあ、14年いろいろあったって感じがしてますね。 リスペクトすごくしてますよね。だから、入っていくにしても、でも YouTube に入ってくけど、反らないって感じの、こう、反らないって感じの道も、こう、送りたいんですよね。YouTuber っぽくない YouTuber っていう、こう、概念じゃなくて、こう、もう漏れちゃってみたいなこともやっていきたいんですね。はっきり言って。まあ、ええ、ええ、ええ、売りたい、ええ、売りたいし。で、それで言って、まあ、YouTube やるんだったら、YouTube で鑑賞に耐える、ちゃんとこう、やっぱ、 人が見てもらえる人に見てもらう、やっぱ、動画にしないと、鑑賞態度にしないといけないなとはっきり言って思ってます。そんな感じですわ。今、昔だと、すげえニコニコだったニコニコはよか、ニコニコでよかって、うんちブリブリみたいな動画出せたから、ニコニコって。あそこはあそこでよかったんです。いいんですよ。だから、スカみたいななんか動画を、やっぱ出せたからね。<laughs> で、その、それゆえに後輩しちゃったってあるんだけど、 YouTube はちょっと洗練さこうさせたいなみたいなところでみんな持ってるよね。まあ、そんな感じですでは。ブンブン。ブンブーン。